Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bermain Genshin Impact ya. Oke. Gue bakal kelarin event yang namanya Akitsuki Moda Messi. Ya, ini ada pedangnya si pedangnya baru nih, pedang Jepang ini. Oke, langsung saja kita ke sana guys, tempatnya Inazuma mungkin. Nama sih nah di dekat kami satu. Mungkin ada event uji nyali kali ya. Ini uji nyali tuh kayak story quest-nya itu loh, apa yang waktu kita ngedate sama siapa tuh, Chongyun. Uji nyali yang waktu di Liwei tuh sama Chongyun. Tapi kalau yang Chongyun itu kan story tuh, bukan event. Kalau ini event guys, event dari Inazumanya. Lama nggak jumpa ya. Oh ya, anata tachi deshita ka. Hontou ni oshisashiburi desu ne. Shabugyou ga kimodameshi daikai o yaru tte kiite, sugu moushikomi ni kita zo. Demo, masaka Ayato ga iru nante. Moshikashite, konkai no kimodameshi daikai tte, kekkou juyou na yatsu nano ka? Oya? Moshikashite...私は重要な局面にしか現れないと思われているのですか？今回の肝試し大会は確かに私の提案です。あくまで企画を通しただけですが、こうして確認をするのも私の仕事ですよ。肝試し大会はテイワットに広く伝わっていますし、参考にできる事例も多いので、おそらくつつがなく行われるでしょうし。細かいことは家臣たちに任せていますから。なるほどな。ってことは今綾人はあまり忙しくないってことだな。だったらオイラたちに肝試し大会のルールを説明してくれよ。こうも自然に人に用事を言いつけるとは、さすがパイモンさんですね。まあ確かに時が来ればお二人の協力が必要になるかもしれない。ん？何か言ったか？お気になさらず。時間もあることですから、簡単に説明しましょう。やったぜ！terima kasih、アヤト！肝試し大会。その名の通り、遊びとしての度胸試しです。肝試しの場は、鎮守の森にしました。肝試しを始める前に、毎回参加者には、二人ずつの組に分かれてもらいます。組み分けができたら、事前に鎮守の森やその周辺地域に置かれたとあるものを発表します。一番先にそのものを見つけた人がその回の勝者となります。その回？あれ、もしかして肝試し大会って何回かやるのか？その通り、肝試し大会は3回行われます。何せ実は今回の肝試し大会は3つの勢力が主催しているものですから。商人たちは資金を集め、神里家は場所を提供しました。そして鳴神大社が顧問を担当しています。3つの勢力それぞれが参加者の探すものを決めるので、試合自体も3回戦で勝負を決めます。おいら分かったぞ。なんだかんだ言って、要は鎮守の森で物探しするだけってことだろ。1回ごとに1つ見つけて、3回で3つ見つけるんだな。簡単じゃないか。ええ、よく理解してくれました。試合に勝利した回数をもとに異なる商品を用意するつもりです。もし複数回勝利を収めた人がいれば、最後に与えられる報酬も増えます。3つすべて集めることができたら、鳴神大社の提供する豪華御神物も獲得できますよ。豪華御神物、聞くだけで高そうだぞ。さあ、どれほどのモラに相当するのでしょう。試合に勝利した上で、あの宮司様に聞けば答えがわかるかもしれませんね。無論肝試し大会で最も試されるのは度胸です。もし恐怖に負けて途中で退出すれば、
商品とは無縁になるでしょう。さて、恐怖に耐え最後まで持ちこたえられる者がどれだけいるやら。用意した商品が誰にも送られないとなれば、私の方も困りますからね。心配いらないぜ。その商品はオイラたちがいただくからな。オイラは肝試し大会って聞いた段階で怖かったけど、旅人の方は度胸がいっぱいだぞ。ぶっとるぶっとるぶっとる。なかなかの勢いですね。私もあなたたちのご活躍を祈っていますよ。さあ、話はこのくらいにしましょう。後で私があなたたちの名前を参加者名簿に登録すれば参戦完了です。3つのものの正体については肝試し大会の現場に着けば紹介してくれるものがいるはずです。最後に友達として一つ教えてあげましょう。肝試し大会では毎回怪しい噂が流されてしまうのです。どうかお気をつけて。あいつのあの口ぶり、まさか真珠の森に何か本物がいるわけじゃないよな。dia cuma nakut-nakutin doang. Tenang lah. お前もそう思うのか？そう考えるとなんだかそこまで怖くなくなってきたかも。とにかく噂の豪華ご神物のために出発。Oke, uji nyali dimulai guys. Tinggalkan ya seal commission. Oke. Ada itu. Choi, tamatta. Ka. Omae ra janai ka. Koitsu wa kigo da na. Kono koe wa Itto.ここに？まさかお前も肝試し大会に参加しに来たのか？そりゃもちろん。悪いな、報酬は全部この俺様、新たき度胸は天より高く一等がもらうぜ。と言いたいところだが、実は今回は別の件で来たんだ。何があったんだ？はあ、長い話になっちまうんだがな、この前肝試し大会の情報を聞いた俺様はすぐに新たき派を全員かき集めて思い切り楽しもうと思ってたんだ。なのになんと俺様の子分はどいつもこいつも肝試し大会に興味がねえみてえでよ。真珠の森なら何度も言っただろ、全然怖くないぜ。あんなの子供が度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ。そんな時間があったら七星召喚でもやろうぜ。本当に肝試し大会に参加するのか？はあ、親分が決めたことなら。どいつもこいつもみんな揃って元気がねえんだ。こんなんじゃダメに決まってんだろうが。その気持ちオイラにもわかるぜ。テンション上げて人を遊びに誘ったのに相手が全く興味を示してくれないなんて、面目丸つぶれだよな。メンツの問題じゃねえ。新竹屋の親分として俺様は常に新しい面白いものを見つけて子分に楽しさを感じさせ続けなけねやならん。最初は理解できなくていいが、今に見てろよ、肝試し大会の面白さを実感させてやる。ういいと。だがしかし話が戻っちまうが、俺様も真珠の森なら何回も言ってる。そりゃ最初の頃は確かに怖かったが、今は完全に慣れちまってな。シャブ業の奴らだけを頼りにして何の新しい真似ができるってんだ。参加者をビビらせることができなかったら肝試し大会にはならねえからな。それが原因でまた子分に文句を言われた日には、それこそ俺様のメンツが丸つぶれだぜ。結局メンツの問題なんじゃないか。原因ってのは複雑なもんだからな。とにかく俺様には一つプランがある。
シャブ業が信用できねえなら、俺様が肝試し大会に少し工夫させてもらおう。それって…そうだ、この俺様が直々に脅かし役を演じるぜ。これなら間違いなく盛り上がっちまうぞ。だが、このプランには手助けが必要だ。つうわけで、俺様はここで助っ人を募集してるんだが、まさかお前らが来ちまうとはな。頼む、俺様と一緒に脅かし役をしてくれ。やなこった。頼む。やだ。頼む。もうわかったって。でも言っとくけど、オイラたちの目標は肝試し大会に優勝して豪華御神物をゲットすることだからな。お前のことはついでなんだから、足を引っ張るなよ。オンに切るぜ。安心しな、俺様がいれば肝試し大会なんてちょちょいのちょいだぜ。出発。今度こそあいつらをビビらせてやるぜ。うるさいやつだな。あれ、でもあいつのおかげでなんだか怖くなくなったぜ。ひょっとして笑い声って恐怖をなくせるのか。だったら今後怖くなったらオイラたちも大声で笑おうぜ。いやで。おい旅人パイモン、雑談はそのくらいにしとこうぜ。このままじゃ肝試し大会に間に合わなくなっちまうからな。すぐ行く。オッケー、だ、へいぞへいぞ、もっぴん、pergi ke tempat uji nyali. Udahlah, lari aja lah ya, nggak usah teleport. Dekat kok, 100 meter mah dekat lah guys. Tada-da. Uji nyali di dekat sini guys, hutan-hutan ini loh yang banyak tanukinya. おい、パイモン。いきなり後ろから声をかけるなよ。びっくりしたぞ。どうしたんだよ。いやな、突然とある問題に気づいちまっただけだ。コモンども驚かせよとは言ったが、よく考えてみたら、俺様は今までちゃんと人を脅かしたような経験がないんだぜ。今さらそれに気づいたのかよ。もう latihan dulu。リハーサル。おお、そいつはいい考えだな。とびっきりのアイデアを思いついたぜ。お前らは普通に肝試し大会に参加して、俺様がその道中で隠れながらタイミングを見計らってお前らを脅かす。そんでお前らが俺様の人を脅かす腕を評価するんだ。よし、早速準備するぜ。お前らに俺様の実力を見せつけてやる。あいつ勝手なことばっか言ってどっか行っちゃったぞ。まあオイラたちはどうせもともと肝試し大会に参加しに来たんだしな、試練が少し増えたって考えればいいか。あそこに肝試し大会の関係者がいるみたいだぜ。あいつに聞いてみよう。パニティアニアソーランミコーです。Ngambil dulu dah. Kupu-kupu biasanya susah banget dapetinnya. あなたたちも肝試し大会に参加しに来た方ですか？そうだぞ。その服、お前もしかして鳴神大社の巫女か？ええ、私には見えます。
お二方の身にまとっている黒い霧から不吉なオーラが漂っています。何も知らずにここに入り込むなんて、うっかりすると暗闇に飲み込まれてしまいますよ。ふふふ。こいつ本当に巫女なのかよ。なんだその不気味な笑い方は。今ならまだ引き返せますよ。3つまで数えますから、3、2、1。肝試し大会へようこそ。Oke, lu cuma nakutin gua ya. Apa yang barusan itu tes pertamanya? Cukup sedikit siren として考えていただければ。あまたの階段も平和そうな日常から始まるものですからね。焦るべからず、疑問を抱くべからず、深く考えるべからず。お二方がここに入った瞬間から、すべてが定まっているのです。つかの間の安らぎをゆっくり楽しんでください。第1回の試合は間もなく開始してしまいますが、あなたたちは仲間を見つけましたか？やっとオイラにも分かる話になったな、仲間。イヒヒ、オイラたちは最高の仲間だぜ。あら、でも名簿を見るとあなたたちは一人の参加者として登録されているようですが、旅人とパイも、そう書いてあります。つまりもう一人を探して手を組む必要がありますよ。いきなり仲間探しかよ。イットのやつが消えていなかったらあいつと組めたのに。どうすればいいんだ。私の知る限りまだ相手の決まっていない選手がいるようです。探してみるのはいかがでしょう。でもお早めに済ませて帰ってきてくださいね。試合開始までに組になれなかった場合は失敗と判定されますので。そんな、早く近くを見て回ろうぜ。よし、やり orang guys, buat jadiin peserta guys. Tadi kok gak salah gue liat ada Kazuha, ada Ayaka, ada Goro. Kira-kira pilih yang mana guys? Gue sih maunya sama Ayaka guys, biar uji nyalinya lebih so sweet gitu ya. Goro, Ayakanya mana ya? Oh tuh Ayaka tuh. Coba aku ngobrol sama Ayaka dulu dah. Tabibito-san, Paimon-san, konnichiwa. Ayaka mo kimodameshi taikai ni sanka shi ni kita no ka? Onii-sama kara kimodameshi taikai ga omoshiroi to okiki shimashite, tameshite miru you susumerareta no desu. Tada, kimodameshi taikai ni wa sanka shita koto ga arimasen no de、どんな内容なのかは分かりません。アヤクも初めてだなんてな。実は私は神器にまつわることが苦手で、無礼な振る舞いで家族に恥をかかせないかといつも心配でした。その失礼ですが、旅人さんとパイモンさんはもうお二人で組まれているのですか？さっき巫女のお姉さん曰く、オイラたちは一人の参加者としてカウントされているらしいから、オイラたちもちょうど相手を探してるんだぜ。よかった。もしよろしければ私と組みませんか？あなたたちがそばにいてくださればなんだか安心できますので。あ、もちろんもし他の方とチームを組みたいのであれば全然大丈夫ですよ。Ya udah, gue pikir-pikir dulu ya. Okini nasaranai de kudasai. Watakushi wa koko de anata wo matte imasu node, hitsuyou na toki itsu demo watakushi no tokoro ni kite kudasai. Oke,
Oke, coba kita ngobrol sama yang lain dulu guys. Kazuha sama Goro. Ya sebenernya gue maunya sama Ayaka doang gitu. Kaze kara najimi no aru nioi ga suru to omotta ga yahari onushi ra de atta ka. Kazuha! Hisakata buri de gozaru na. Masaka Kazuha mo kimo dame shi taikai ni sanka shite ta nante. Ho. Sore wa mata nani ue? Sessha to kimo dame shi taikai wa ai irenu ka? オイラはただカズハの怯える姿を見たことがないだけだぜ。カズハはいつも淡々としてて怖いものなんか何もなさそうだからな。過分でござる。何年も寝なし草をしていると階段もよく耳に入ってくるもの。実は時に自ら経験することさえあったゆえ次第に慣れてしまっただけでござる。やっぱり怖くないんだな。だったらなんで肝試し大会に参加するんだ？シャブ業が肝試し大会の報酬を大げさに宣伝していると聞いた。お主らが参加しに来ることも想像がつく。久方ぶりゆえここで会うのも悪くはない。別れの後の久々の再会はいつも心躍るものでござるな。オイラたちのことを待ってくれてたのか。さよ。最近の旅は順調でござるか？絶好調だぜ。そうだ、さっき巫女のお姉さんは肝試し大会に参加するには仲間が必要だって言ってたけど、カズハはもう見つけたのか？まだでござる。お主らは拙者と組む必要があるでござるか？コピーが出るや。急ぐ必要はない。世間話をする機会はまだたくさんあるゆえ、この一時にこだわる必要もないでござる。肝試し大会が終わったら一緒に夜食をいただくのも悪くないでござるな。Sebenarnya itu kita satu tim sama si Ito guys. Cuma Ito yang nggak tahu hilang. Kocak Ito, Ito.旅人、パイモン、まさかここでお前らに会うとはな。オイラたちは肝試し大会に参加しに来たんだぜ。ゴローもそうなのか？まあな。俺はもともと八重堂に今月の月刊漢字の返信を提出しに行ったんだが、まさかあの狐女もいるなんて。あいつから肝試し大会のことを聞いて試すように勧められたんだ。もともとあまり興味はなかったんだが、あいつが渡墨島の大将たる者がまさか怖がっておるんじゃあるまいななんて言うから、俺はうっかりあいつの挑発に乗ってしまったんだ。ここに来てから後悔し始めた。ここはまさに罠だらけの地だ。なんだか不吉に聞こえるぞ。予感がするんだ。森にはいろんな待ち伏せがいて、一歩足を踏み入れたが最後失敗の局面が待っているような。あの狐がどこか暗いところに隠れて俺のことを嘲笑おうとしているかもしれない。それだけじゃない、写真を撮って渡墨島に送ろうとしているに決まってる。三五宮様曰く、伏兵に遭遇した時はその勢いを避けるべし、避けられない場合援助を求めるべし。お前らに会えたから俺の盤面にはまだ天気があると見たな。あ、俺と組んでくれないか？ああ、ピケピケどうや。そうか。そうだな。お前には一緒に参加してくれる人がたくさんいるよな。誰と組もうと楽しく遊ぶことが一番だ。頑張れ。ポケゴチモモ様、アヤカドワン。ナモタオ。アナヤカ、アヤカ、I'm coming for you。お相手を見つけましたか？Belum, belum, belum. Ini mau sama Ayaka nih. Cuma bertiga ya? Ada yang ya, ada yang lebih lagi gak sih? Kayak yang lain gitu? Kayaknya udah gak ada deh. Kayaknya sih cuma Ayaka doang sih. Cuma bertiga doang ini. Sono, ikaga deshou ka? Aku mau nikah sama Ayaka. Hontou desu ka?
では、よろしくお願いいたします。いえ、ここは、どうぞ多めに見てくださいと言うべきかもしれません。もし私が驚いてしまっても、どうか笑わないでくださいね。Kalau takut peluk aku aja ayah kak, nggak usah kusungkan-sungkan. どうやらお相手を見つけられたようですね。ちょうど試合も始まります。では、肝試し大会の1回戦で探してきてほしいものを発表しますよ。その名も、団子牛乳です。団子牛乳？玉木さんからご提供いただいた団子牛乳が現在鎮守の森のとある場所に置かれています。方向を示す道しるべが置かれていますが、分かれ道もございます。また道中ではあらゆる怪しいことが発生するかもしれませんので、くれぐれもご無理なさらず。退出はいつでも可能です。準備ができたらどうぞ始めてください。行こうぜ。他の人に先を越されないようにな。Oke, disuruh nyari danggo mil, guys. あまり遠くに行かないでください。Iya, beb, iya, beb. Aku nggak jauh-jauh dari kamu kok, beb. Ini beb mau kemana, beb? Kok lu diem aja sih?そういえば、十数年前、とある家臣が私にこんな物語を語ってくれました。とある浪人がいました。彼はとある夜、森を横切ろうとしたその時、突然見慣れた光景がだんだんと異様になっていくことに気づきました。彼は自分がまるで別の世界に行ってしまったかのように感じ、足を止めました。なんと、到底人には見えない奇怪な者たちが、みんな揃って自分を見つめていたのです。すごく怖いぞ。周りの木を見るのも怖くなってきた。大丈夫だよな。何か変なものが出てきてしまっても、オイラたちはそいつを懲らしめてやる。俺様の腕を見せつけてやるぜ。どうだ、ビビったか。よく見えませんが、何かが動いているようです。早く逃げろ。Itu ngeluarin banteng. Amari toku ni ikanai de kudasai. Iya beb, jangan jauh-jauh dari gua beb. Nih dapat nih danggonya nih. Are? Kocira ni aru no wa watakushi tachi ga sagashite iru danggo gyūnyū de shou ka? Tonari ni kakashi mo oite arimasu. Okashii desu ne. Kore wa nani ni tsukau no de shou?そんなことどうでもいいから。それより団子牛乳を見つけたってことは、オイラたちが一番早くここに着いたんだよな。まさか団子牛乳がこんなにたくさんあるなんてな。全部持って帰るのは大変そうだし、なんならここで一部を飲んだらどうだ。ってことでいただきます。まさか何かがここでこれらの団子牛乳を守っているのでしょうか。つまり団子牛乳に触ったら狙われるってことか。おいら触ってないぞ。じゃあ bikin kita semua jadi takut juga dong。それもそうだな。その言葉を聞いたらなんだか安心したぜ。じゃあ一緒に飲んでみようぜ。うまいぞ。そうですね、先
ほど驚いて失った精神力がまるで団子牛乳に癒されていくようです。よく周りを見てみると、目の前にあるのはやはり私のよく知っている鎮守の森ですね。一回体験してみたらそれほど怖くなくなったかもしれません。お兄様が、恐怖は人の心によるもの、心が安らかなら怖いという気持ちも自然に消えてしまうよとおっしゃったことがあります。今になってようやく理解できました。しかし恐怖も完全に悪いことだとは言い切れません。何度も怯えてしまいましたが、それでも楽しかったですから、もう少し森の中を歩き回りたいのですが、あなたも一緒にいかがですか？Sepertinya aku melihat seseorang yang ku kenal tadi. そうなんですね。では、私は先に失礼しますね。どうぞお友達の方を優先してください。心配なさらないでください。一度体験しましたから、今度は簡単に脅かされたりはしないでしょう。では、また今度お会いしましょう。楽しいお時間を過ごせますように。エイ？わあ、本当にエイだぞ。どうしてここに？あなたたちでしたか。ミコからここで肝試し大会が開催されていると教えられたのです。それで気分転換してこいと勧められましたので。そうだったのか。それでエイは肝試し大会を楽しめたのか？いえ、特に変わりありません。私は何も怖くはなかったのですが、むしろ一部の参加者が私の姿を見てビクビクしていたようです。ミコのやつ、まさかわざとエイを送り出して人を脅かそうとしたわけじゃないよな。なんか kemungkinan besar sih iya ini。でもそれじゃエイは何の体験もできなかったんじゃないか？そうだ、さっきオイラたちが手に入れた団子牛乳をエイに一つあげるぞ。これでお前もこの回の勝者だぜ。これは以前一緒に飲んだことのある飲み物ですね。ではいただきます。実はここに来てから馴染みのある気配を感じているのです。それはもう懐かしいと思えるほどに。馴染みのある気配？下の砂浜へはもう行きましたか？Pantai, ya pantai ya pernah dengar lah. Udah pernah kesana malah. BTW itu A juga suka minum dango milk ya. Dia suka banget. 先ほど近くを散策していたところ、砂浜に空き地があるのを見ました。そこには見覚えのある遊び道具が置かれていました。ざっと一通り眺めてみたのですが、どうやら空中に浮かぶ板で弾を撃ち、事前に設置された元素ブロックに命中させる遊びのようです。空き巣遊芸という名のようでしたので、空き巣羽遊びから派生した遊びではないかと推測しました。少し昔のことを思い出しました。空き巣羽遊び？なんだそれ。羽子板で弾を撃ち標的に命中させるという昔のお祭りで流行った遊びです。誠も昔空き巣羽遊びが好きでした。あの頃は百鬼がまだいましたし、稲妻の夜も今よりずっと賑やかなものでした。妖怪たちはよくお祭りを開きました。大勢で集まってお酒を飲んではしゃいだり、即興で演奏したり。それって常に堂々と美味しいものをいっぱい食べられるってことか？そうです。妖怪たちは自らのお祭りを三千花祭りと名付けていました。誠と一緒にそのお祭りに参加したことがあるのですが、誠はとても面白がっていました。残念ながら
過去は宝永のように去っていきましたが、再び似たような遊びを見られるとは、実に心躍ることですね。面白そうな遊びだな。オイラも遊んでみたいぞ。もし興味があるのでしたら、砂浜のところで試してみてはいかがですか。先ほど私が行った時にはまだ修理中のようでしたが、さほど時間はかからないでしょう。やったー。では私は先に天守閣に戻ります。巫女から、今回の肝試し大会は3周あると聞きました。最後まで走り通せるといいですね。いえ、あなたたちでしたらきっと最後まで走り通せるでしょう。そんなの当たり前だぜ。な、信じていますよ。それにしても砂浜でやってる遊びのことなんかアヤトから聞いてなかったよな。本当にシャブ業が主催しているものなのか。そう考えるとなんだか怖くなってきたぞ。肝試し大会のせいでオイラ今もまだ体がこわばってるんだ。とにかく第1回戦はこれで終わりのはずだ。ひとまず戻ってみようぜ。Ya udah balik-balik, ronde pertama sudah selesai nih. BTW Ayaka mudah-mudahan gak hilang ya. Mana Ayaka, jangan hilang kamu. Kalau kamu hilang berabe nanti. Wih, ada Ito tuh. Duda, Ore-sama no odokashi yaku toshite no teknik.なかなかのもんだっただろう。どうしよう。おいらずっとお前の後ろに隠れてたから、イットのやつが出てきたのなんか全然気づかなかったぜ。旅人、お前はどう思う。イットの脅かし役としてのテクニックは。Tadi sih gak serem sih, biasa aja sih。なんだと。そんなはずはないだろう。だって俺様が登場するたびに相手は慌てふためいて逃げてたぜ。俺様も自分にこんな才能があるとは気づいてなかったぜ。だがちょうどいい、今度こそ子分どもに俺様の凄さを見せつけてやる。あいつらがどの道を通って戻ってくるか俺様はすでに把握済みだからね。道中に待ち伏せして盛大にビビらせてやろうじゃないか。考えるだけで興奮を抑えきれなくなってきたぜ。どうだお前ら、準備ができたら出発だ。Bantu itu menakut-nakuti orang. Kita kan peserta, ngapain nakut-nakutin ya?Ya udah, kita ketakut-takutin aja lah. Eh, betulnya itu gimana? Dia gak ngomongin kalau kita jadi anggotanya gak? Ah, gak tau lah. Apa dia lupa kali itu? BTW, Ayaka kemana coy? Shhh, kono atari no hazu da. Isoge, ore sama to ikshu ni kakure ro. Hah, kita zo. Itto, donna fuu ni aitsu ra o odokasu tsumori da?そりゃあもちろん、あいつらが来たら揃って大声を出しながらここから飛び出してビビらせてやるに決まってる。子供っぽいやり方だな。ああ、これさ、ini tidak akan berhasil sih。ini nagetin ya, bukan aku nakutin guys。はいはい、舐めてもらっちゃ困るぜ。方法はシンプルだが、俺様にはあいつらの考えは全部お見通しなんだよ。あいつら今は絶対つまんねえなとか、早く帰りてとかほざきながらのんきに歩いてるはずだ。今のあいつらはまさに無防備そのものだぜ。それにここは暗いから、突如草むらからピンピンした人間が3人も現れたら脅かされるに違いねえ。奴らの反応が追いつく前に俺らは撤退して次の待ち伏せ場所を探すんだ。クラスエニビサブラハシル、シッ、聞こえるか。誰かが来てる。こりゃ間違いなく俺様の子分どもだ。
3つ数えて一緒に飛び出すぞ。3、2、1。ふわっ、わっ。ま、お前らは、まさかひょっとしてお化けだ、お化けだ。malah sama-sama takut anjir. Mate, mau ninggal nak ti? Nih, oh my, ni mau melihat dah yo na. Aitra, pasti ninggal jangan kata tu. Kimo damis taikai no kaidan ga hontou ni natta da. Dou sureba ii da? Oira tachi, mou yurei ni tori tsukare chatta janai no ka? Paimon.お前ってそんなに臆病だったのかよ。お前の方が先に逃げたんじゃないか。どの面下げてオイラのことを笑ってるんだよ。そりゃお前がお化けだって叫んだからだ。俺様は無意識にまずはお前らを安全な場所まで連れて行こうとしたんだぜ。なんせ本当の幽霊はすごく怖い。俺様の拳も全然効かねえからな。Jadi kenapa kita berhenti berlari? Tuh, mutanda. Aitra mo nigetetta daro? Tsumari, aitra mo orera no koto kowagatte iru tsu koto da. Sore de oresama wa reisei ni natta nda. De, reisei ni natte kara kou kangaeta. Aitra wa hontou ni yurei na no ka? Hyotto shitara dareka ga hito o taburakasou to shiteru n janei no ka?Apa mereka diutus ya Zero Commission? Iya iya, sorry ya naize. Saki no shiai no toki, ore sama Chinju no mori o hitotori maatan da. Shabugyo no renchuu ga yoi shita shikake wa zenbu mita ze. Ano 3人は決して Shabugyo ga no ningen ja ne ga. Nanka ano 姿、妙に見覚えがあるつーか、なんつーか。よし、戻ってもう一度確認だ。え?戻るのかよ。でもでもまだほんの少しだけど、あいつらが本物の悪霊だって可能性もあるだろう。今戻ってしまったらオイラたち食べられちゃうかもしれないぞ。安心しろ、ファイモン。心配ならここに残ってていいぜ。俺様は旅人と一緒に確認してくるからね。本当か。やった。Tapi bukannya diam di sini justru malah lebih bahaya. Sudatta. Maini Yaedo de katta shousetsu ni tashika kaite atta zo. Jiken wo chousa suru toki ni ikanai kara na tte iu yatsu wa taitei tsugi no higaisha ni naru tte. Iyada. Oira mo iku. Omaira no soba kara hanare nai zo. Yashi. Aitsura wa sakki acchi no hokou ni nigete itta yo da.一体どこまで逃げたかわからねえが、手分けして探そうぜ。でも、それじゃあお前の方が一人っきりになっちゃうぞ。探偵小説ではそれもすごく危険なんだ。俺様を心配する必要はねえよ。俺様が本気を出せば向かうところ敵なしだぜ。嫌な予感がするぜ。お前のことをここまでビビらせるなんて、どうやら人を脅かすことにおいてはそれなりの心得がある奴らみたいだな。今回奴らを捕まえたらきっちり勉強させてもらうぜ。じゃあ俺様は先に行かせてもらう。イットのやつまた勝手なこと言って行っちゃったぞ。オイラたちも本当に行くのか。あよけたりやっと。そうだな、行ってみるしかないよな。でも先に約束してくれ。もし何か怖いものに遭遇したら一刻も早く逃げるんだぞ。Kayak ikutin orang yang kabur. Dia juga ikutan takut ya. Kocok. いつの間にかこんなところまで来ちゃったぞ。さっきの3人全く見当たらない
ぱりイットの言う通り、あいつらもどこかに隠れたのか。そう考えるとそこまで怖くなさそうだな。Kayaknya kamu sudah sadar ya. よく聞け、3人の臆病者め。おいらはすでにお前らが見えてるんだぞ。早く出てこい。うわあ、なんでここに人がいるんだよ。声も出さないでいるからびっくりしたぜ。そんなことしちゃダメ、千鶴。欲が理性を上回ると他の人に不幸をもたらしてしまうのよ。同じ過ちを繰り返すわけには。もう少し耐えるの。あんなに長い間耐え続けてきたんだもの。このくらいの時間きっと大丈夫でしょ。ね。こんにちは。三人の悪い奴がここを通るのを見なかったか。どんな感じの奴らかっていうと、こう。Apa perasaanku saja atau mereka terlihat seperti mengubur sesuatu? 君たち、私に声をかけたの？こんな。私に声をかけたの。うわぁ！ここに来るべきじゃなかったのよ。私に近づくべきじゃなかったの。命が惜しければ早く離れて。じゃないと君たちの魂は永遠にここをさまよい続けることになるわ。同じ過ちを繰り返さないで帰って、帰れ。起きて、ほら起きて。Duh, kok kita malah ngantuk ya? Ada apa? Oke, ini si Hezo nih yang tadi nih. Yokatta, buji datta mitai da ne. Hezo, kamu ngapain di sini? Boku ni hitsumon suru mae ni, motto daiji na koto ga aru n janai no kana? おいらを食べないでくれ。全然おいしくなかないぞ。おいらの仇絶対に取ってくれよ。パイモン、バゴン。うわあ、おいらのこと助けに来てくれたのか。映像まで。さっきの怖いやつはお前らが追い出してやったのか。怖いやつ。Tadi ada orang yang pakai baju aneh dan dia juga bicaranya aneh. 僕が着いた時は君たちが気を失ってここで倒れてただけ。周りに他の人の姿はなかったよ。一体何があったの？どうやら僕の推測した通りだね。肝試し大会の裏には何らかの事情がある。さっき僕がどうしてここにいるのか聞いたでしょ。まだその質問に答えてなかったね。実は僕はある依頼を受けてその調査に来たんだ。依頼？そうだよ。つい最近砂浜でおかしな遊びを発見した人がいてさ。砂浜の遊び？あ、それって A が言ってた秋津遊戯ってやつのことか。おや、どうやら君たちもそれなりに事情を知ってるみたいだね。あの遊びは少し前にひっそりと解放された。そして何人か偶然その遊びをやってみた人たちから面白いって評価されたんだ。でも砂浜には話を聞いて集まってきた見物客以外には誰もいなかった。例えると道端に屋台が一つ増えてるのに天使の姿がどこにも見えないって感じだ。さらに変だったのはこの天守なき屋台は通常通り営業してたってとこだ。砂浜に来た人は告知板に声をかけるだけで遊ぶことができるようになっていた。まさか
うん、人々もそう言い伝えるようになった。その噂は少しずつ広まっていき、やがてたたりだって話になったってわけさ。噂はだんだん本当のことみたいになってきて、そこに行く度胸のある人も次第に消えていっちゃった。それで天領奉行は最初その一部エリアの砂浜を封鎖し、真実を解明して噂を論破しようとしたんだけど、シャブ業の方が一足先にここで肝試し大会を開催したんだ。もともと近づく勇気のなかった人々も、砂浜の遊びはシャブ業が肝試し大会のために用意した肩慣らしの余興だと思うようになって、恐怖心を捨てて再びここに集まってきた。でも僕は知ってる、あの遊びは花からシャブ業とは無関係なんだ。つまりシャブ業はたたりがあるって噂を知ってたくせに、わざわざここを選んで肝試し大会を開いたってことか。アヤトのやつ、頭が切れるやつじゃなかったのか。一体何考えてるんだよ。さあ、彼の考えを推測するより僕は自分の目の方を信じようかな。さっき依頼を受けたって言ったでしょ。実は砂浜で例の遊びをやってたら、そこに数時間も閉じ込められてしまった人がいたんだ。彼の話によると、どの方向に向かって進んでも結局元の場所に戻ってきてしまったらしい。しかも仲間はすぐ近くにいたのに、彼のことが全く見えなかったんだってさ。聞いただけで怖いぞ。彼が何かを隠しているのは明らかだったけど、仲間の証言は手に入れた。つまりこれは事実だった。しかもこの一件が原因で、ますますたたりの噂は本当だと思われるようになった。シャブ業が肝試し大会を開催することを公表するまで、その砂浜に近づく勇気を持つ人は一人もいなかったんだ。誰が砂浜であの遊びをやれるようにしたんだろう。シャブ業はなぜそれを隠そうとしたんだろうか。この真相が知りたいってのもあって、僕は進んで調査に来たんだ。僕のことは気にしなくていいよ。君たちと一緒に行動すると目立ちすぎるから、まずは一人で調査してみる。君たちも気をつけてね。僕が見た限りでは、大半の人はここで起こることについて何も知らされていないみたい。だから、ヤブヘビを避けるためにも、できるだけ他の人には話さない方がいいと思う。Oke, selesai guys untuk yang story yang pertama ya. Akitsu. Guys, toko event bisa kalian beli nih. Gua sih paling penting ini crownnya guys. Crown ini penting banget. Ini apa ini? Material refinement. Oh, ini yang buat nge-refine senjata nih. Ini crown juga gua butuh banget. Refine senjata kita bakal dapat senjata gratis. Ada sepen murni. Kayaknya mau kelarin questnya dulu kali ya. Betul, kita kan main uji nyali. Tapi Ayaka-nya kemana ya guys ya? Kalian lihat Ayaka nggak dari tadi? Ayaka-nya malah hilang cuy. Makanya cerita horornya belum bisa lanjut nih. Harus nyelesain quest yang lain dulu, baru bisa lanjut. Ya udah deh, gue udahin dulu deh untuk part ini. Thank you guys yang nonton. Kita lanjut lagi di part berikutnya ya. Dan sampai jumpa.
Bye bye. Ya kalau kalian mau diskusi, mau nanya-nanya, komen aja guys. Ya menurut gue ini kurang banget nih. Gue jadi kurang deket banget sama Ayaka nih. Kok kita malah gak kepikiran Ayaka kemana ya? Maksudnya kan kita nyariin Ayaka gitu. Aduh, gara-gara ngobrol sama itu jadi kelupaan mungkin ya. Itu juga tadi nakutin, dia malah nakut sendiri gitu ya. Nakutin orang tapi dia yang takut gitu. Lari pertama kali lagi. Ya, sampai jumpa, bye-bye.